パリ五輪バスケットボールの女子日本代表がち大物持つ芸人からの粋な計らいに感激した。高田巻、マウリエブリン、宮崎沙織が6日放送のフジテレビ系、ジャンクスポーツに出演。14日に X を更新した高田は特製バッジを手に、最高なバッジです。と報告した。画像、交換はもったいないけど、 女子バスケ日本代表が超大持つ芸人の顔を模した一品の画像パリ仕様の一品を受け取った。太い眉に大きな唇をしただるまのバッジ。下には番組ロゴが入り、上にはパリと記されている。ケース付きで受け取ったようで、高田は指をさしてカメラにアピールした。X に画像を公開した高田は文面に、浜田さんありがとうございますと記し、 MC の人気お笑いコンビダウンタウンの浜田雅俊に感謝。最高なバッチです。交換するのがもったいないくらいだけど世界のスーパースターと交換してきますと約束した。番組では合宿の苦労などを告白。日本は29日に7連覇中の米国と激突し、銀メダルだった東京五輪を上回る世界一を目指す。